IHI は今日も動いています。だから IH アイング、 IHI の将来の社長です。ここは多々羅大橋、しまなみ海道をつなぐ大事な橋です。今日は我が社の社員が工事をしている様子を見に行きましょう。将来の社長、ようこそ。どこか壊れたの？いえ、これは予防保全です。予防保全？大きな地震など自然災害で橋が壊れないよう、通行止めにならないように機能を高めます。つまり橋のアップグレードだね。さすが社長。で、どこをアップグレードするの？模型で説明します。おお、すごい、よくできてる。今回はいくつかの工事をして地震にもっと強くしていきます。どこを工事するの？まずこの主塔と言われるところと橋のこの端部に同じように工事を行います。橋の耐震工事では日々地震力の見直しっていうものをやっていて、地震が起きるたびにデータを分析、どんな揺れにも対応できる新しい策を練ります。そのためせっかく取り付けた器具を取り替えることもあります。橋の安全にゴールはないね。その通りです。いざって時、橋は困っている人に物を届けたり、病気や怪我の人を運ぶ役目があります。ピンチをピンチにさせない、それが橋の役割です。ピンチをピンチにさせないか。君、いいこと言うね。ありがとうございます。じゃあ今回の工事の内容をもっと教えてくれたまえ。はい、わかりました。 IHI は保全、防災、減災のために今日も動いています。 IHI